こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアに住んでいる方、または年間15日以上海外旅行するならおすすめの海外 Wi-Fi ですね、これをご紹介します。ポケフィーのスマートGOというのなんですけど、これね、すごい便利すぎますね。今バンコクでタイで使ってるんですけど、こういう機械を買いまして、大体2万弱ぐらいですね。で、海外から香港かな、送られてきます。でね、この電源ボタンを押せば、もうつながるとね、それだけ。なんか面倒な、設定とかなんとかなしで、ただボタンを押せば使えちゃうとね。正確にあのバッテリー保護してるシールを剥がすとかね、利用量を見るんだと、なんかネットにつなぐというのが必要なんですけど、ただ、それを抜きにすればね、単純にもう買って5GB ついてますんで、電源入れればね、待ってれば使えると。まあ、本当に使えるのかどうかね、日本で一応テストして、おー OK だなと思って、来てまたタイでつなげたんですけど、快適ですね。でこれからね、ヨーロッパ、ね、イギリス、フランス、ポルトガル、それとその後ね、ポルトガルでずっといるのか、ギリシャとかね、バルト三国あたりとか他の国行くのかまだ未定ですけど、何しろこれからヨーロッパ回ります。その時ね、SIM カードとかね、買って設定とかめんどくさいなとね、めんどくさいです。本当にすごいめんどくさいです。なぜならね、日本みたく買ったものがちゃんと使えるってこともないんでね、買ったものがね、設定できなかったとか、設定したはずなのにね、なんかすぐ使えなくなったとか、5GB 使えるはずなのにね、500MB で使えなくなっちゃったとか、海外だとそういうことがザラに起こります。そういう心配なくボタンを入れるだけで、Wi-Fi が使えると、これはね、感動的に便利だなと思いました。で、値段もまたね、この本体が2万弱で、データそのものはね、5ギガで1800円だから、まあ結構お手頃ですよね。月に、10ギガ使ったとしても、3600円ぐらいとね、別になんな、日本で普通に Wi-Fi、借りてるのと大して変わんないですし、オーストラリアに至ってはですね、半額とか半額以下になると思います。そんな形で、これ海外旅行の予定があってね、ちょうど、SIM カードどうしようかなと、ね、SIM カード買おうかなとか、なんかいろいろ考えた方はおすすめです。意外にね、例えばね、アメリカでもね、インターネットが始まった国であるにもかかわらず、ハワイだと、Wi-Fi 拾うのに苦労するとかね、モバイル Wi-Fi、レンタルが見つからないとか、そんなことがあります。あらかじめ手配しとかないと、Wi-Fi で苦労するなんてことがあります。そういうのがね、もうこれ持ってれば解決しちゃうと、ね、素晴らしいですね。もうこういう系ね、設定とかね、すごい強いという人以外には激おすすめです。ボタンを入れるだけでどこの国でも使えるというのはね、こんな、お手軽で嬉しいことはないです。で、一応使える国ですね、アメリカね、で、ヨーロッパはこの薄くなってるところは使えないです。ただ逆にこんだけしかないんで、もうほぼ使えるということですね。私がすでに行く予定している、フランスも、それから、イングランド、あ、ユナイテッドキングダム、それからポルトガルね、もちろん使えます。で、何よりも強くおすすめしたいのがオーストラリアね。オーストラリアにいたらね、これ使った方がいいですね。旅行しなくても使った方がいいです。なぜならですね、オーストラリア、私は、インターネットが家で繋がらなかったりね、使えなくなるってことがしょっちゅうあるんで、もうそもそもね、初めに繋げた時2週間で開通しますって言って1ヶ月半かかりましたからね。そういうことがザラに起こるんで、予備でこの、モバイルのね、Wi-Fi 持ってました。で、プリペイドだと冗談みたく高いです。ところがね、プリペイドじゃなくたって結局高いんですね。予備で使うために私はこの8ギガプランを使ってて、で、しかもね、たまにインターネットがね、引っ越ししたとかね、回線変えたとか言うと、それでなんか手続きをへまって、1、2ヶ月使えなくなりますね。
でその時にまた、利用料を上げたりするともうバカみたい高い値段がかかります。このね150ドルとか、あとこれを使って、ね、インターネットがつなげなくなったおかげで、まあ、しょうがないからね、電話の、デザリングで使ったら、そのデザリングの方は1ギガバイトで確か15オーストラリアドルですね。まあ、何しろオーストラリアはその何もかも高いんですけど、まあ、インターネットに関してはね、オペレーターの質が悪すぎるのか工事人がアホなのか、全ての噛み合わせがうまくいかなくてですね、何しろトラブルがすごく起こりますし、かといってね、トラブル起こるから値段が安いからまあいいかってわけじゃなくて、値段は日本の倍以上します、ね、このモバイルの値段については3倍以上ですよね。まあ、そんな国なんでね、オーストラリアに住んでる方とかオーストラリアこれから行こうかなと思ってる、留学しようかなと思ってるって方ね、これを使った方がいいです。もう自分で家に回線引くとかね諦めた方がいいですね。英語がすごい達者でもね、なんで繋がんないんだとか やり取りするのはすごいストレスです。ましてたどたどしい英語しか話せなかったらもうお手上げになると思いますんで、まあこのね、テレストラがほぼ一社独占なおかげでね、お粗末なサービスしかないんですけど、まあ、オーストラリアに行く方、オーストラリアに住んでる方にはこの、ポケフィーとてつもなくおすすめです。そんな形でね、今回はポケフィーがあまりにも便利なんでちょっとシェアさせていただきました。以上テンバーアカデミー堀秀夫でした。